きな人取られちゃったの。沢子、人を顔はどの面下げて来てんだか。沢子、10月2日夜11時スタート。その悲しみを私にも分けて。皆さんこんにちは、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。音川健介役を演じました曽田陵介です。僕が演じた健介という役はですね、深川さん演じられる町家の弟ということで、あの美術の学校に通う結構もう本当純粋な学生っていう設定なんですが、その、趣里さん演じる沢子と、との関係が深まって、まあどうなっていくのか、そこをぜひ楽しんでいただければなと思います。本日は少しでもドラマ沢子の魅力が伝わればなと思います。本日はよろしくお願いします。あの、そうですね、あの趣里さんとのシーンが結構被ってるところが多くて、で本当にそのもう周りの方々、先輩の方々が多いんですけど、趣里さん本当にその相談とか芝居でのどうしたらいいですかねっていうのをすごい相談乗ってくれたりして、姉貴って言ってみたんですよ、うん、そしたらお寮って言われて嬉しかったんです。お寮って呼ばれた、お寮嬉しかったですね。なんか一気に距離縮まったなっていうのを実感しました。はい、趣里さんいかがです？はい、あの姉子って言われた時どう感じたんですか？姉貴です、失礼しました、変換しちゃった。もうあの気づいたらそういう年齢なんだなと思いながら、本当にでも楽しく撮影、お寮とも、はい、あの撮影できて、あのすっごくね、逆あのたくさんなんかとっても勉強になりました。皆さん本当に素敵な感性が思ってる方々なので、たくさんいろんなものをもらって、それで沢子というキャラクターがあのできていったので感謝しております。ありがとうございます。好きな人取られちゃったの。人を顔はどの面下げて来てんだか。沢子、欲しいものには正直な人。あの人が来てから変じゃないですか。あなただけのものにして。事故で片付けるには不審な点が多い。離してください。しっかり見て自分のものにすることが大切なの。みんな惨めなんだよ。いい加減にするのはそっちだろ。沢子、10月2日夜11時スタート。その悲しみを私にも分けて。